My name is Orpheus. Once a novelist, but after losing my memory, I couldn't complete any valuable writing. Now I'm just a private detective with my clients. Until I receive a strange request. Investigate an infamous estate and find a man's lost daughter. Besides the check, it was the name on the letter that intrigued me. Not Orpheus, but... やべ、下の方に文字書いてあるけど全く読めない。ということでいいのかな、これはチュートリアルスキパーチュートリアルなんだ。はい、ではこんばんは。こんばんは。 An alias that almost nobody knew. 下のさ字なんでこれ黒いんだ、読めねえんだが。はい、こんばんは。なんかストーリーあるんだね。はい、こんばんは。はい、こんばんは。おまじ、ちょっと教えて。はい、こんばんは。新たな囚人第1幕。車でアクロを半日近くかけて、私はついに手紙に書かれていた草原に到着した。突然降ってきた大雨を避けるために広大な敷地で比較的綺麗なボヤーにまず足を踏み入れる。しかし足を踏み、あった。Somewhere that's been deserted for 10 years. This room's in remarkable condition. え、マジ？ I think I'll stay here for 10年も近く放置された廃墟の場合。But it's too dark in here. 読み切れない。しかし、ここは暗すぎる。ランの燃料が切れる前に代わりの明かりを。代わりの明かり？足跡をたどってコーヒーを探し出す。頑張ってください。はい、ありがとう。こんばんは。こんばんは。やべ、ちょっと滑り悪すぎじゃない？ちょっと俺の指を、これまずいぞこれ。ちょっと携帯が汚れてるのかな。こんばんは。はい、こんばんは。はい、こんばんは。結構課金しなくちゃいけないやつじゃないですか。え、マジ？これ課金？指取り替える？指ちょっとなんかさ、携帯ゲームって本当操作慣れねえな。わらわら、足跡完全に無視してる。わら、いや適当に。はい、こんばんは。今来た、こんばんは。はい、こんばんは。こんな時間からか。わら。そうそう。こんばんは。足跡だ。キャラ増やすには課金かな。マジ？このゲーム先生がやるって言ってたから入れた。あ、マジ？これ人差し指でやった方がいい、もしかして。課金大道具笑い。足跡、あ、これだ。課金しないと火をつける。え、マジ？Thank God, the candles here still burn. There should be some more. 足跡をたどって他のろうそくに火をつける。こっちか。はい。あの奇怪な手紙読んだ。ちょ、読めない。あ、こっち？ナイスエールです。お、あさみちゃん、2400円ありがとう。2400円ありがとう。課金するか。来たね。課金代来たね。ありがとう。早速自分、ぶち込んでいいっすか？あー、無料キャラ使えちゃうみたいなね。はいはいはい。はい、パパ。はい、マジか。Something that children usually play with. ああ、歌い手狂信者さん、400エールありがとう、課金代です。うえ、ありがとう。サンキュー。二人ともありがとう。これで、いやいやいや、こんだけだったら。何？紙飛行機？俺、このゲーム、やり方。Someone was probably playing around and it got caught up there. このゲームだったっけ？シャンデリアの上に落ちてしまった。Rat scared さっきの明かりでネズミが驚き、振動で落ちてしまったのだろう。Who made it, though? どれ？なんすか？比較、髪がひと、子供らしい折り方。これで課金しちゃってください。This is what I can deduce from my initial analysis. じゃ大丈夫なの？ちょっとロンさん、ちょっとエールしすぎじゃないですか？ロンさん、エールしすぎじゃないですか？4600エールかい？
ありがとう。これで課金しちゃってください。こんばんは。いや、いいか。このゲームおもろいですか。いや、まだちょっと始めて3分ぐらいしか経ってない。This looks like a page from a diary. そう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 。Interesting. The date is from several days ago. なんか、Apple Store 読み込んだらあれだったね。なんか一番検索の上位に来てた。これ入れてるけど操作慣れなくて。携帯でやるの難しそうだよね。Although I can't write anymore, I still have an uncanny ability to sense the motions of text. なんか、むかつきそう、デッドバイデイライトだったらよーみたいな、なんか切れそう、俺。I can attempt to reconstruct the scene and even find out information about the author. ほんまかね？ほんとちょっと。先生がマッチング始めたら私もマッチング始めようかな矢印。慣れるまで大変です。今、いろんな人やってますからね。ゲームできるマッチングリアル長いですね。わら。もうすってやりたいな。ストーリーが結構ちゃんとしてるっていう感じなのかな。ここがあのゲームの始まりか。晴れたところにあるボヤの部屋について記述があったが、ここはまだ荘園だ。ボヤからはだいぶ離れているが、はい、だが今は神経を集中して、当事者の足跡たどらねば、少しは酒は控えた方が、酒飲んでんの？スクリーンをスライドさせ。キラーがだいぶ、じゃあキラーしかやんないわ、俺。俺勝ちたいから。My guess would be that our author is male, right-handed, of average education. あ、こうね。はいはい。From here onwards, the writing becomes even more wild and illegible.Fear has stripped him of his ability to describe his encounter with any logic, as if something was hunting him. なんか事件の、まあ、あれ、なんかあれなのか、再現してこの人の能力で。うわ、危なかった！たかし！やべ、たかしになっちゃったんだけど。やば！え？誰？マッスルたかし V2 じゃん。これか。窓枠を利用してなったわ。はいはいはい。勝手に動いてるよね。よかった、間に合った。君はまだ、ちょっと読ませてくれや。これが最後の暗号だ。誰？タカ。タカ、タカ。アイコンか。ああ！ヒゲが！そりゃ、怖いわ。ヒゲが。よし、最後の暗号機を探しに行こう。ゲームの上向きに視線をドラッグし、アンテナアンテアンパー、はい、あそこにあるなっつってね。はいはいはい、発電機だこれが。速くないか。はい、もういいっすか。もう脱出していいっすか。みたいなね。はいはい。やばい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 、怒ってる怒ってる。マッスルたかし V2 が来ちゃうよ。マッスルたかし V2 来ちゃうよ。うんー、余裕ー。あーあああ、たかふみが、たかふみが死んだ。ああ、たかしは大丈夫でしょう。ダダをこねるな。ちょっとゲーム音大きい気がする。あ、マジ？ちょっと下げるか。ホールクラフトの先生みたい。わらわら。心臓の音。うるさいっていうか怖い。人気はここで突然終わってる。しかし、これは何ですか？カーニー。まるで巨人が書いたような、ライシンバッハ氏のお嬢さんがこの事件に巻き込まれていないというのだ。トルコ軍は日記の他の部分を探し出して事件の真相を明らかにする方法が先だ。この紙の他に手がかりないのだろうか。また、
新たな中東、キラーもやっときたいよね。The black powder seems to be charcoal. どうでもいい。やらしてくれ早く。The answer is probably close by. There happens to be a fireplace here. ちょっとチュートリアルもね、ちょっとやりたいですけどね。There's charcoal in the fireplace, but there must be some more clues around here. まあ、だいたいわかりますよね。結構ちゃんとしてるんだよな、なんか知んないけど。これなんかさっきのお嬢さん、ライスインバッハ水の。This candlestick is. I think I know why there's an extra candle here. It's for this. It's pretty important.壁をゆっくりと置くと、そこに私が探していたものが。サバイバーの声がちょっと、わらわら。いや、ちょっとなんか、先生さっき言ってたけど読んだ？ストーリー知ってるのに、それにはそんなに関係ないという話さ。ドブルと違ってストーリーみたいな。あ、それじゃ、それだ、4000、大丈夫なの本当に。なんか、ちょっとさ、ノンさんとさ、あさみちゃんはちょっとどうしよう、なんか、ネジがちょっと、あれしてる？あれしてない？大丈夫かい？テストバイダウンリーディングの時。W4600L、まずくない？ありがとうね。はい、おやすみ。そうだね。大丈夫なのかよ。やめてよ。めちゃくちゃエールしまくって配信来なくなるみたいなのはやめてよ。The search for one specific diary is no longer important.All of these diaries are significant. ありがとうございます。確かに。わらわら。おやすみなさいです。あさみちゃんありがとうね。ノンさん、あさみちゃんもありがとう。永遠まで決めー。来年からしますね。いやいやいやです。こんばんは。普通に。はい。It raised more questions than they have answered. 事件の再現出ました。はい。マップがなんかいくつもあるのかな。襟があれって、わらわら。やべ、またたかしじゃん。たかし常に狙われてんね。一定数の暗号機を、はい。上部には暗号機が残り2台。はい。さあ、まず、触るね。早速解読していく。さあ、後ろ確認して。あっ、ジャンパン！レアです。大丈夫だった。来た。はい。はい。どこから来たの？危険です。はい、いらっしゃい。はい。はい、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 ちゃん、はちゃん。ちょっと来てね。はい。おい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 、雑魚か？これ後ろ見ながら走るのめっちゃむずくない？これ無理なんだけど、携帯。やばくないか、これ。また来るっしょ、どうせ。あー、また、まっすぐ高し、水うわこのパズルのピースみたいなのがなんかちょっと課金的なやつね。カメラボタンで画面設定ができる。え、どういう画面設定ができるの？なんかもっと後ろ見やすくしたりできる？ノートだからもう。サバイバーの、いすぎじゃない？サバイバー。赤で視点変更ボタン使いますよ。たまじ、人物プロファイルから精密な実践推理を行うことが可能だ。どういうこと？能力だ。推理スタントだけではさらなる詳細制限でもっと具体的にギャルを作るのが必要だ。ただむっちゃボタン小さいのひどい。
じゃあサバイバーめちゃくちゃいないか。はい、こんばんは。やばくないこれ。こんなおんのかいな。サバイバー、私はサバイバーだ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 本家のデッドバイデイライト以上にいない？ワンちゃん9人ぐらいじゃなくて本家忘れたけど、もうちょっといたっけ。ハンター4人しかいないのにね、わらわら。ハンターも増やしてほしいね。じゃあハンターの再現 VTR やらせてくれ。ハンター4人おかしい、わらわら。I think this would be a good place to begin。 やらせてくれよ。はい、こんばんは。まだ見てたいけど今日用事あるから寝ますね。はい、おやすみ。いい？ちょっとこれどう？初見さんいらっしゃいませ。サブスター、これ？初見さんごゆっくり。初見さんこんばんは。今後増えるの期待しましょう。わら。確かに。誰？出た。ナース。おやすみなさい、M。おやすみ。今回は3人の仲間と協力し合わなければならない。仲間を負傷した。急に？はい。初見さんいらっしゃいです。あ、これ一回押したら。石田、あらかわいい。はい。健康状態回復した。よかったね。スクリーンの右上の仲間がダウン状態に表示されてる。あ、誰か倒れてる。仲間ダウン状態、赤色のフレームが表示されてる。わらわら。まあ、やる。手当てするような空気出てる。捕まってないかい？確かに急に、わら、回復できる石です。キャラによってスキルがいろいろあるので把握しとくの大事です。なるほど。はいはいはい。ああ、ちょっと待って、これ、マジ動かすのやばい。やばい下手くそなんだな。ちょっと発電機を探すみたいな。どれですかね。これよ、わらわら。あれじゃない？じゃないですか。なんか誰か負傷してんな。まあいいや。俺発電機直す係だからな。あ、一人おっそ。あ、ちゃパンやな。タラタラタ。まあ大丈夫っしょ。出すって言ってくれよ。椅子に座らせてしまうってめんどくさい。確かにな。なんかフックにかけるとかはえぐいからダメなのかな。天才は？はい、天才のそれ。はい、天才がでいました、ここに。はい、また、勝つんだろ、危ねえ。お、バカ、お前も手伝え、おい。あ、天才。来てない、これ。来てない、これ。大丈夫？なんか激しい、音が激しい。おはよう。親指めっちゃ痛くなりそうだな、このゲーム。あ、もう開けてる。バカ、俺に開けさせる。バカ、避けろ。おい、バカ、来るぞ。来るぞ。来るぞ、来てるぞ、おい。おい。おい、バカ、お前、なんで、お前、バカ。オープンね、おい。あ、俺じゃないやつ、追われてる。バカがよ、マッスル吉田 V2 がよ。なんか名前変わってるんです。じゃあな。わらわら。私もそれやってるのでフレンド申請していいですか。いや。わらわら。なんかないよね、あれ。限り的ななんか。危ない。あ、こう解放されたこれこの人。
シェア、何をシェアする。日記の作者はエミリー・ダイヤ。彼女はなぜ、ちょっと読ませる。こんばんは。はい、こんばんは。キャラを解放しました。あ、エミリー・ダイヤね。私もフレンドお願いします。よしです。こんばんは。はい、こんばんは。私もフレモをします。ちょっと待ってね。しかし、このゲームにおけるハンターが演じた役割というのは一体、操作の手がかりになりそうだ。一度、ハンターの立場で考えてみようか。ああ、マジですか。ありがとうございます。今北です。こんばんは。はい、こんばんは。私もフレモをします。先生に申請できるように、やり込もう。今北です。え、やり込まないと申請できない。こんばんは。少し気になってたので、やってくださって嬉しいです。おまじ。落ちます。処分お休みなさい。あ、そうそう。皆さんもおつです。あと一個ぐらい、ちょっと、ちょっと、ハンターやりたいんだけどね。やらしてくれないかね。なあ、どうよ。おやすみなさい、エミ。あ、そうそう。あ、来た。おい。出たよ。マッスル、ヨシト V2 じゃん。はい、こんばんは。なんだ、何持ってんのこいつ。サメ？できますよ、これで。マジ。青色の風鈴が位置を測定することができる。爆発ね。殺してやる。うぃサメ。サメ当たってんのこれ。サメ持ってる。サメ持ってるやん。大丈夫この人。マッスル吉田こいつサメ持ってる。はい、このままサメの吉田当たってないやん。サメを振り回すとこの待つ。はい、なんかちょっと独特だな判定が。サバイバル2回目にするとダウン状態。バカがよ、お前。どこしてんの、お前。あ、でも死んでるな、そこ。そんな感じ。はい、2個です、2。2個だ、2。これに、座ろう、2。座ろう、2。ザコがよ。え、さ、なんで。え楽しいね。楽しいね。楽しいね。あ、こんばんは。完全勝利したんだが。一人や。なんか、宇宙に飛ばしたら勝ったんだけど。わらわら。フレディ・ライリー。ハンターにルールは適用されていなかったらしい。それどころか、助手の脱出を阻止していた。相手が何をしていても誰もそれを阻止しないのは彼が強すぎるから。それともみんなこれを楽しんでいるのか。彼はこの遊戯を楽しんでいるのか。それでも楽しんでいるのか。もしくはハンター全解放したよね。とりあえずこれハンターを解放するのにもう、うわ、初期衣装レオな。これね、さっきの人、ね、ハンターの情報が好きI need to know what he wanted to do next. Technique, patterns, disposition, traits. タップして推理システムを読む。進む。ん？目標を達成しゲームを勝利すると推理点数が得られます。一つを脱落させれる。あ、パーク的な能力解放的なやつかな。なるほど。そこかな。ピエロ。ピエロ。鹿？鹿？うわ、なんか、ガリガリやん。俺みたい。悲しいな。悲しいね。あ、新しいハンターできる。え？これ、やってないやつ？これ。とりあえず、なんか、解放したいけど、全部。サバイバーもどうでもいい。え？これ、もしかして、いきなり、もしかして。まあ、いっか。もういきなりもう対戦？こいつ何なの、こいつ殴るだけかい、こいつ。能力解放、人格を解放。へえ、いきなりこれマルチですか？いきなり
え、こいつ何なの能力。こいつ能力なんかある。先生頑張れ。ランダム押しました。よくわかんない。もういいや、適当にやろう。負けてもええや、わかんねえもん。とりあえず発電機の方行ってみましょう。先生バイト、もうマルチですよ。人形を置いて瞬間移動できる。人形置いて瞬間移動できる。マジそこじゃね。おいバカかよ、ミスったな。パペット置いてワープできます。はいはいはい、はい、うん、ほら、うん、ヒゲかお前は。うん、待って、うん、待っとうか、ちょっとな、うん、まずお前から妻釣りにするからね。うん、待っとうね。待っとうね。うん、かよ。おう、これ待って、その人形、あ、あれか、ここに設置祭りですか。はいはい、これ楽しいね、楽しいね。これこれ何、ここにこれ置くの。何間違って、おい見せまくってんじゃねえぞ。これやばい、見せまくってんじゃねえぞ。バレてるぞ。おい待ってゴリ、おいゴリ待て、お前やりすぎだろ。お前お前何やってんだ。おい雑魚、これ3人でやってんじゃねえぞ。メガネ、おいテミカルだよ、おいテミカルぶっ壊してやる。おい楽しいね、楽しいね、楽しいね。ちょっと長すぎじゃんそれ。はい、これに、はいはいはい、右のなんか押したら飛んでいけるみたいな。どう、これ押したら、うぅ、あ、飛んで、いや、なんか飛んでっちゃったけど。先生、こっちの敵の方が楽しそう。わらわら。いいのかな？サバイバーがパペットに近づくとパペットのボタンが動きますよ。へぇー。じゃあ今、解放しに行ってたってこと？わかります。まあ、とりあえず、ここに、仕掛けてくれ。は？仕掛けたじゃん。は？おい、待ってよ。麦わらだに、うん、え、当たった、これ当たってなかった。痛くそ、はい、おがよ痛いか。あ、こえレベル2にする。え、なにこれ、やばい、なんか、あ、これボット、あ、なんか、え、死んだ、え、これもしかしてボットと戦って生きがってるってこと。あれ？なんだ？うれ！これちょ、このさ、一回殴った後、すごいあれだね。あの、時間か。わらわら。待ってや、おい。おい。つらいね。つらいね。もっとかよ、おら！あ、これボットなんだ。ボットに気があってもしょうがねえな。結構なんかこうこう、え、これ何なの、これ、ちょっと何この、この何このムーブ、これ何なんすかね、これは、これ何なんすかね。あ、なんかいいんだけど、これどういうことなんすかね。この2番目の能力が全く分かんないな。もうジリジリじゃないこれ。一緒にね、一緒に行こうね。ここだね、ここでね、いいね、場所ね。死んだでしょ。あ、行った。これなんで、これどういう、なんかこれ何、
1と2、2つ移動、2つの場所に移動できるようになってるんだ。そう、置いたやつってもう回収できないのかな。ちょっと埋めちゃおうかな。新しい特質の異常、世の中が絶えず変化するということを人はいつか悟る。なんだそれは。まだ解読されてない暗号機または破壊されたロケットチャーム付近で使用すると暗号機解読速度 50% 戻った。ロケットチャーム機能って、回収できますよ。あ、回収できる。あ、じゃあ一回回収して、じゃあ一回その戻って回収してみたいなやり方で戦うってことかないですか。茨田は本来他人に触れられたくないものを封鎖するとか、だが誰かが無理やり試そうとしても痛みで声を上げてしまえば自分の位置を知らせてしまうのか。単純だがとてもいいことだ。おそらくハンターは自分自身を傷つけないように鉄のグローブをはめていたに違いない。はい、おやすみなさい M。 あ、なんかちょっと先生の配信見ながらやったらスマホ重くなるかな。なんか重くなりそうだね。おやすみなさい。さすがに、あれ、これもしかしてこの人ハンターだった。いや、そんなことない。なんだなんだ。新しいゲーム機になりまくりなのですが、そろそろ起きておきます。先生、この後も配信を。はよ、すごい。過去の記憶が何か工作してる。怖い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 。ああ。これいろんな、いろんな喜怒哀楽の俺が。長いね。長いね。この辺からできること増えるよ。マジ？怖すぎ。そういえば、This scar. この探偵メガボタンじゃないね。No. 怪我してるよ。確かに。なんか手怪我してない。I need to rest a while. I'm exhausted. 体力を消耗しすぎたらしい。今です。あやこは。あ、また。とね、一息つって、まあ、徐々に階層に浸る、落ちるか。10年ほど前、私は火災現場で意識を失っている状態で発見された。怪我はしていなかったが、意識が回復した時、それまでの全ての記憶を失っていた。自分が以前まあまあ有名な推理小説家だったことは他人から教わったが、自分が書いたという文字に全く見覚えはなかった。Slowly, my body recovered. My memory showed no sign of returning. Fortunately, memory lost. しかし、私はすぐさま世間に見捨てられ、探偵事務所を開いたものの案件が舞い込まない日々、私は先に溺れるような最悪です。そんなある日、落ち目が覚めると自分の体に結びつきがついた。時には普段触ったりもしないものがそばに現れることもある。酒によって記憶が飛んだのかと思ったが、酒をやめた後もその状態を続けた。飛んだ記憶の違うものになる。そしてついに隣人の様子から私は事の真相を知ることとなった。私の中のもう一人の魂が目覚めた。多重人格者。私はそれと誰、誰、多重人格者を信じることができない。自分が眠っているときに奴が何をしているのか今だに分からないのだ。それなのに今突然出てきて自分を信じろだと。もちろん信じる。だが信じるのはお前じゃない。私自身だ。最悪な事態を想定する必要がある。もし奴がこの事件に関係しているなら、私は私自身の潔白を証明しなければ。だが一人の体に二つの魂が入っているなんて誰が信じてくれるだろう。迷信が信じられていた時代じゃあるまいし。異常な状態。
うん、異常な身の上、異常な体、異常な魂、異常な自分、全てがただの偶然なのだろうか。偶然であれば必ずどこかに矛盾があるはずで、矛盾が自分自身でないのなら、あーお前か、黒幕はゲームのサブ、あーお、全然読ませてくれない、また誰よ、今来たです。はい、よろしい。人格レベルがアップすると、テンプポイントが、はい、おやすみ。はい、ありがとう。テンポ選択する。テンポイントに対応するテンプが隠せるアンロック。はい。16メートル以内の箱を表示する。動いてた。盗賊の、あれだ、みたいなやつ。マスター済み。はいはい。テンプをリセット。あ、まあ、いっか、これで。はい。人格レベル初めて聞いた。サバイバー、こっちのこっち取りたいよね。やっぱ半警戒範囲内でサバイバーの解毒治療破壊成功3。強くないかそれ。はいはい、こんばんは。5点必要。攻撃速度が 10% 上昇する。18メートル以内の断したサバイバーを表示する。あ、鹿。負傷したサバイバーへの解毒治療。これなんかめっちゃ強いの。 30% っていうか、えぐくないか。え、これどれが、ちょっと待って、ちょっとトイレ行ってくるわ。どれが一番強いんだろう。明日朝から出かけるので起きます。頑張ってください。先生、皆さんおやすみなさい。 M サバイバー全然やってねえ。わら、おやすみなさい。 M お仕事いてらん。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらー。いてら、いってらっしゃい。いってら。よほどトイレが我慢できなかったのかな。わらわら、いってらっしゃい。いってらっしゃいです。いってらっしゃい。プオンプオン、いってらっしゃい。どれが一番強いの。あ、前さん800ぐらいありがとう。私もう一つ仕事で寝ますね。先生、寝ます。おいよ、ありがとう。おやすみ。ゆっくりおやすみ。おいなら、おやすみなさい。サバイバー全然やってねえ。あ、マジ。M、お仕事頑張ってください。おかえりなさい。おかえりなさい。ただいま。え、どれ強いんだろうな。先生、おかおか。おかえり。関係者だったらサバイバーが活躍するよ。独占、フクロウ、おかえりなさい。カラスの群れ、サバイバーカラスを驚かしたとき、はい。特殊なされている暗号機の24メートル以内にいると暗号機は特殊なリングを表示される。ダイスゲートを開くと追加でサバイバー5秒間表示する。明日は陸上の大会で5時起きだけど配信が終わるまで起きてるよ。へへ、無理するなよ。大丈夫かな。急速タブが、へえ。サバイバー、金の板にぶつけられると6秒そのサバイバー表示する。なかなか、なんかいろいろあるんだな。また来たです、こんばんは。はい、こんばんは。警戒半径が 15%。 これもね、なかなか強そうだけどね。怒り、木の板破壊する速度が上がる。ポイント獲得できるとスキル解放できるようになります。なるほど。
ロケット地を破壊する速度に 10% です。なんか強そうなパーク多い気がする。なんかね、強そうな感じするよね。非常にサバイバルと距離です。なんか強そうな感じだけどね。警戒範囲内っていうのがどのくらい、まあ信用範囲ってことだよね、要するに。速度が上がる。攻撃した後の立ち上がりが速くなるだったらもう真っ先に取るんだけどな。めちゃくちゃ遅かったから。でもそれはないんだね。まあこの中で攻撃回復、攻撃回復速度、あ、これいいじゃん。いやこれいこう、これ完璧やん。これは絶対強いから。これと、30% っていうか強いと思うんだけどな。30% か。微妙なのかな。はい、おかえり。じゃあ適当コメントつけとくか。音好き、わら。オッケー。はい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 。足跡をたどって。はい。鏡？ちょっとな、おい。はい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 。すげえ汚い音だったね。私ちょっと、あ、ば、全然読ましてくれ。友達システム、あ、これね。はいはい。一人方は強人の先輩とパッ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 パ。めちゃめちゃチャットしてる。とにかく自分の力でこの事件すべてを見つけたんだけど。この日記こそが鍵だ。おう、日記から推理、ランダムマッチングが解放されました。これから外見の変更。うわ、音を。コメント申請しました。オーケー、ちょっと待ってね。読ましてよ、わらわら。読ましてくれ。外見の変更。これ何？音、これ音楽か。いや音楽は別にいいな。足跡たどってホールの椅子をタップし、推理の回を見る。ちょっと待ってね。 Sometimes 真相を探ることは時として薄暗い凸凹道を手探りで進むような、真相、真実が明らかになる前に奇怪な秘蔵品を触れることになるとは誰ももらった。あ、そう、秘蔵品っつうの。対戦で推定数を獲得、1000点貯まるとダイスを獲得、ダイスを読みボーナスを、ダイスで進みボーナスを獲得。神髄1、なんすかこれ。なんすかこれ。シーズン1限定衣装、シーズン神髄1でのみ獲得可能。かっこいいね、なんかね。これはパペットの切り替え。ガチャ、ガチャみたいなものです。え、今無料でガチャできる。リッパー、木の手の、これ、こっこくない？これなんかわかんないけど、これか。これどうやってガチャれるの？これ。え？まだダメ？なるほど。マジ？ちょっと。4面ダイスをタップ。3、
どういうことですか？これは、あ、こう進んでいくと得点がもらえるってこと？そういうことですか？二十面ダイス！ワオ！触れない。毎日、一日一回しか触れない。それで右下でガチャ引ける。これ。今日は疲れてますね。おやすみなさい。絶対臭いやんこれ。何？絶対臭いじゃん。M。何これ解放？あこれ絶対え足りてないこれ。え何が絶対足りてないよね。ガチ課金これ。なるほどね。大切ですよ。あと3マスで水色のガチャ引けます。上に数書いてあるみたいですね。ダイス回したらガチャできますよ。ダイス回したらガチャできる。え、ダイス回したら。どうやってダイス回すの？もう回さなかったさっき。そうじゃなくて。ん？どれ？課金要素多い。わら。ね。え、もうできなくない？まだできる？よくわかんねえな。だよね。もうじゃあ使っちゃったってことか。金かい。ああなるほど。やれってことか。なるほど。え、これストーリーっていうのは。これをなんかこのストーリーをやる必要あるの？なんだこれ。ショップ、あ、出た。めっちゃガチャってもろ書いてある。秘宝交換ガチャ。あ、これさっきのやつやんけ。殺すわよこれ。ないやん絶対。60円しかないやん。なんか多分世の中金貨用電球みたいな金のやつと交換できます。チュートリアルです。わらわら。一緒キャラ安くなったね。ハンター、安くなってるしかせん。え、これ何？え、待って、これさ、え？待ってください、これ。え？この、パズルのピース、え、これいくら？これ。これいくらなんですかね？324円ですか？ちょっと待ってね。一回ちょっと。リッパーは強い。まさかのクソ課金ゲーなの？まあ別にキャラに課金するぐらいだったら。え、どこでこれ？リッパーは透明になれるから強いですよ。エコーが足りません。代償支払ってエコーチャージしますか。リッパー強い。1200円。結構かましてくるね。1200円ですか？ピースの方を頑張って貯めれば無課金でもいけます。赤いのは課金するときの額です。え、課金しなきゃあんまいかないやつ。え、このピースってちなみにどのくらい貯まるんですかね。でも安くなってるからね。なんか買っちゃいたい気持ちあるけど。確かなかなかお高いね。やってくれんね。
じゃあもう全部買いたいな。まだ早いか。324円だったら安くない？え、こいつ、こいつは？こいつ強くないの？眠さがピークなので眠すダブルおやすみなさい。はい、皆さんおつです。貯めるの結構大変です。私もう2万課金しました。2万はやばないか。2000ピースくらいいくかも。20回ぐらいプレイしたら2000ピース。オーマイガー！無課金ではどのくらいいけるんやろ？なるほど。まあ、とりあえずまあ。キャラ集めるには課金ですね。おやすみなさい。まあ、とりあえずまあやってみないよ。とりあえずやってみるかね。まあ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 。無課金だとなかなかきついとこあるね。きそうだ。無課金で自分は道化師1体しか変えてない。あ、でも変えたんだ。100回以上プレイしてリッパー買いましたね、私は。100回うわぁ。わぁ。やってね、100回。私はあまりこだわらないから今のところ無課金。明日もお仕事だから寝ますん。しょぼーん。課金定番場やで。はい、おやすみ。無課金のままプレイしてます。あ、ここで、初心者指南？これ、ね、ああ、これやったら一応金もらえるみたいな。おやすみなさい、M。M、お仕事頑張ってください。勝利のルール、恐怖の一撃。みんなもおつ。なるほど。でもそこそこ課金しなきゃキャラとか集まらない。わら。ね、厳しそうだよね。期間限定イベント。新サバイバー、オフェンス登場。あ、サバイバー、新章リリース。わら。ヘルメスの靴がショップに販売開始。一応、それ全部やるのすごい面倒くさかった。いや、面倒くさそうだね、これ。まあ、真ん中のがマッチングのやつじゃなかったっけ？真ん中がランダムマッチング。とりあえずやってみるか。だけ AI って書いてある。これ AI なんですかね、この人。はい、こんばんは。デッドバイデイライトっぽいよ、始まりが。痛い、おい、これ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 マジで。え、ちょ、どこ行った？ちょ、わかんない。え、ないこと。え、マップ、ちょっとマジわかんない。積んでるもしかして。めちゃくちゃ見失ったんだが。バケルグリー、やめろグリー。お。あ、行った。怒られそうな空気出てんの。あいつさっきの人足引きずりに来ちゃう。やってよ。なんかシュとか言って。何引きずり。あ、こいつだ。あ、こいつだ。しまった。え、まだ使わなくて。これもしかして。待ってよ。さすがによ。さすがに行ったね、これは。よいしょ。
待ってよ。あ、間違えた。あ、やばい。え、ここ落ちちゃった。まあいいや。なんか変な人形落ちちゃったんだけど。大丈夫。てめえよ。はい。これ絶対人形、これ、人形、俺の人形どこよ。人形どこ。これ何ですかこれ。何これ。やば、え、何これ。怖っ。あ、回収して、回収。何吸ってんじゃん。誰も助けに来ないつもりかね。ん？いや、ちょっと置いてない。早く。やってんねこれ。おい。おい。こら。はい、こら。おい。こら。ん？さま。おしんじんね。あ、こっちここね。ここにここ置いて、痛い。はいっつって。はいっつってね。ちゃおうみたいな。っていうことかな。あ、やってんね、パパが。はい、おいっす。割と範囲広いよね。まあ、ちいや。なんか持ってきてない。優しい。ここ深いね。うい。なんかめっちゃやってない？パパパパパパって落としてない？やってることじゃない？この辺にパパって置いてある。やってんじゃない？やってねえか。オッケー、くれた。おい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 、ほらこれ、クリ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 。なんだこれ、スペースは難しいな。待って待って待って、やべやべやべ、見えない見えない見えない、クリクリ。はい、はい、ごまは。うえ、うえ、え、つかま、つかましてよ。はい。近くになくね。あ、あれか。ある。これに、に、これに、に、こんに。これに、に、これ、こんに。いや、人形置いた場所とか全然覚えてない。あいつ死んだ？行った、あれ。え？終わった？あれ？あれ？そんなにやった？これ。ただある、まあ、ただ歩いて殴ってただけなの。まあ、後でな。歩いて殴ってただけっていう。歩いて殴ってただけっていうのは、クソみたいな。うまいとかないと思うんだけどな。これさ、友達とやってもなんかそれもらえんのかな。さすがとしか言えない。そうでしょ。これ申請来てんのかな。申請リスト先生とやりたみ。やるか、やろうぜ。じゃあちょっとみんなの テク見せてくれよ。誘うわ。やっ、え、あ、いるわ。サバイバー側の方が難しいんですか。いや、難しそう。サバイバー側の難しそう。いや、これどうしたらいいのこれ。俺がやる場合。どうやってやればいいんだ。カスタムマッチはランクは上がらないですね。ああ。まあ、とりあえずやりたいな。カ
カスタムマッチってどうやってやるの？友達誘いまくればいい？先生とやりたいけどこれも見たいっていうジレンマ。申請したい。いいよ。なんかプレゼント？あ、事前登録達成。え、事前登録って別してない。まあいいよ。ありがとうございます。てか、先生の ID わかんない。わら。ID。ID、俺どうやって見るんだろう。ID、ID、これじゃない？これ297355、これじゃないですかね。リモーネ先生で検索すれば出てきますよ。名前で出てきますよ。これで天下取ったら若い子にモテるか？もしかしてこの上に天下取ったら。マジっすか、ありがとうございます。これでいいですかね。カメラコントロールボタンオンにした方がいいです。先生はまだカスタムマッチ解放されてないっぽい。え、マジ？若い子、わらわら。申請しました。荒野行動みたいに、わら。そう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 。最初から先生はモテモテ。あった。ランダムマッチの下に部屋作るやつあると思うんですが。え、なくない？え、もしかしてこれ、どうしたら、え？もしかして、なんか足りてない俺。なんかやんなきゃ出ない？ないな。カメラコントロールボタン。進行方向を変えずに。あ、これか。確かにこれ。でもな、なんか普通に動かすんだったら、オフの方がめっちゃやりやすかったんだよな。でも慣れた方がいいのかな。先生頑張。レベル？あ、マジか。あるかじゃあ。やってればいい、やってればいいの？絶対オン。チームを結成。チーム結成？ちょっと待って、ちょっと。ちょっとハンターやった。まだまだ、ハンターよくない。全然さっきのじゃ、なんかよくわかんないうちに勝つんだ。ご飯の時間よ、たかし。ご飯の時間。はい。確かに。ここに置いとこうよ、たかし。
可愛いお人形さんを。うん、へっ。わら。おお。マミコ、マミコ、マミコ。出たわ。待ちなさい。待ちなさい。マミコ、待ちなさい。血ってどっか垂れてるのか。わらわら、あ、間違えて戻っちゃった。マミコ、わらわら、マミコ、ワンパン投げて落っこちた。マミコ、わら、マミコ、マミコ、わらわら、どこ、あ、いた。おい、グリー、おい、マミコ、マミコか、こいつ。いや、違うな、清美ね、これ清美。待ちなさい、清美。はい、清美。はい、清美。あらららら、清美。あらららら、清美。それ命取りよ、清美。そのムーブは絶対殺す。清美絶対殺すまん。待ちなさい、絶対逃がさないわ。でもすごい、あれね、なんかブルブルブルって震えてたよね。あれどこ、え、なんかめっちゃ遠くじゃない、え、なんで、ごめん、マミコじゃない、え、マミコ、あれなんかブルブルって震えてたような気がしたからブッて押したんだけど、気のせい、なんでこんなとこに回収する。ちょ、殴っときゃよかった。ディセンタリーからどっちかわかんない。わら。向かいにいたのかな。どうなんだろうな。よくわかんない。どこら辺に移動、人形地点に移動するわけじゃないのかな。敵を察知して、あ、撃ったわ。あ、俺、てめえ。お前やってやん。ことで何やっとんじゃん、お前。近くに家もあるやん、これ。即縛りじゃん、お前、これ。あれ、こら。誰かが言う、知ってっかおめえ人形ってよ、ん、はいはいはい、さよなら、バイバイ、あ、ここまで行かなくてよくない、映ったんだけど、ムーブっぷり作ってたね、遠くない、行けるか、はいはいはい、いや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 、間違えたんだけど、人形設置できてるよね、あれもじゃあ回収してみたい、これ何番、これ2番、顔怖くです、はい、バカな人形だね、当たらないんだが、遠目にいるってこと、
か。おい、おい、あの看護婦からや。おい、いた。壊さないとそういうね、火ができるわけだ。なるほど、いいね。どこ行ったんですか。あそこにいるわ。おお、いいか。使っちゃって、いいか？ヘッドバイデイライトだったら、そのうちは大変なのかっちゃう。やべ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 。はい！あぶね！ちょっと！板ばっか使ってんの。やめて！板とか使わなくていいから、もう一緒。遠くない？はい、はい。はい、はい、はい、どうぞ。はい、はい、こんにちは。はい、はい、回る。はい、すごい回る。はい、こっちにしよう。あと一人だ、すごい。はい、こんにちは。またんかい。またんかい、これは悪いけどな。そこいるんだよーんっつってね。あれ？もう一発？なんで？一発食らったのかな？おい、バカ、ちょ、やってね、やってね、やってね。はい、こんばんは。はい、ちょ、持たして、持たして。はい。はい、ここに。こっちに近いからね。ここに座ろうね。ここで遊ぼうね。おめえ、バカがよ。麦わらのルフィか、おめえ。おい。まあまあ。あ、完全勝利じゃない。全員ほふった気でいたんだけど、そんなことないんだ。あ、大津さん、ハッピーありがとう。久しぶりです。おやすみ。ありがとう、おやすみ。なるほど。初めてばっかりです。反抗できないものはより興奮する。現在の操作不能状態を解除し、さらに続いて5秒間操作不能なので、どういうこと。新しいキャラかな。この再現から推理するゲームは、オーマイガー、一人で楽しみな。持ってない。サバイバーやります。アラン苦戦。とりあえずキラーやろうかなと思ってるんだよね。ランキング対戦4分に始まります。サバ時間。まだランキングバトル、ランク戦ではないってことか。これデッドバイデイナイトの亜種。そう。あ、これで、あ。あ、カスタム来た。カスタム来た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 。待って、これ、これ。カスタムマッチできますよ。カスタムできるようになってる。武器が追加された。わら。板で気絶されられたりしたとき、このスキルを使うとすぐ動けるようになります。なるほど。めっちゃさせまくるね。ランク戦は35レベルからですね。見てたいからできない。オーケー、やってみるか。そうだよね、見ながらできないもんね。満員だった。マジか。あ、というか
承認すればいいのか。まずこれ終わってから承認しようかな。人入れなかった。あら、これ親指なんか痛くなりそうだな俺。これなんかもっとさあ、なんかコントローラーみたいなのないのかな。この操作、そのな、こうボタンを押すみたいなタップはいいんだけど、そのコントローラーの方がマジで親指が擦れて痛いんだけど。待ちなさい。たかし、私よ。え、今当たってないの？もしかして。今当たってない。待ちなさい。あたしよ。たかし。あたしよ。オロチマルよ。サスケくんがどこに行った？待ちなさい。許さないわよ。どこ見失ったわ。待って、攻撃してないわ。動くうまくない。どこ、許さない。サスケ君、許さない。おい、許さない。やってない。私、何をあんたやってんの。これでさ、いるやつ、なおつ、フレイ。ちょ、この間マジ全く動けないんだよ。マジで見えない。一応血が滴ってるのね。わかりにくいけど。ダメ。おい、マジか。板での攻防を見てるのだ。待ちなさい。誰、ヒゲ。待ちなさい、ヒゲ。おい、バカ。やってねバカ、お前バカだね、お前そんなやってねえよ。待ちなさい。さすがにいったわ。めちゃくちゃうまいじゃない。普通に歩いてたってうまいわ。追いつくのしんどいわ。わかんないけど、なんか。やばっ！え、早っ！早くない？さっき人形回収してんだよ。あ、なんかいる。
さすがに。やばいね、やばいね。まるまる、いや、やばい。おい、さすがに無理じゃないですか、それは。それは取んないんじゃないですか。そう近いわね。吐いてないじゃん。誰かいないの？助けに来る人は。サスケ君、待ちなさい。これどうせ出しすぎても開けてるでしょみたいな。こんなもん、こら、なんかいるわ。麦わらのルフィ、待ちなさい。みんなうまいちゃんと分かってる。ルフィー、え、当たってないのそれ。え、うまくない？慣れてる。慣れてる感すごい。まさかのルフィ、わらわら。ルフィを抱いてもらう、わら。え、うまっ。ちょ、こいつうまくない？センス悪い。さすがに。さすがに。でも死と死んでんの。ここに行ってみようね。うまくうまいね。さすがやってんね。もしかして。ちょ待って。ここよ。私の手が人形どこ行ったの。回収しに行くめんどくさいわね。逃げてるじゃない人。うまい。みんないい動きするもん、ね。あ、いった。いった。これもうみんな逃げてるじゃない。え、うま。みんなうまいわ。逃げんのうまいわ。辛く引き分け。引き分け。うまい。いい動きするわ。やるわ。引き分けですね。わら。引き分けだ。いつもよりみたいなの聞こえてビビった。うまい。いい動きするわね。いいわ。練習になるわね、これは。いい練習になるわね。ちょっとね。ちょっと待って、もうちょっとカスタムしてみる。これちょっと待って、これ一回これ解散したいんだけど。解散したいんだけど。どうやって解散するんだこれ。解散させてくれ、このチーム。どうやって解散するんだ。ん？先生ありがとうございました。おっす。追い出す。さっきの画面に戻って自分のアイコンタップ。あ、なんかで、なんかできたわ。あ、予約中。あ、別に予約はいいや。間違えてなんかやっちゃった。ごめん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 。待って待って待って、やめてやめてやめて。早いね。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。ナイスゲームでした。追い出すダブル表記の仕方がすごい。追い出す、やっぱり入れない。このキャラはなんかトラッカーって感じなのかな。最初に使ったことびっくりした。チェイス能力がちょっと低いよね。
ね。最後の最後でやられたわ。今こんばんは。際どかったよね。際どかったよね。操作が難しい。全然おぼつかないね。バカ、そうじゃねえ。はい。たかし。そっちか。そうだぜ。人形にしてやろう。押してない押してない押してないよ。兄さん。どうや。ドゥークや。リスナーさんうまくね。うまいね。ドゥークにおるんや。いいんじゃない？あ、いたいたいた。
なバカ。いやもうほんとそうされた。泣きそう。いやちょっと待って、えっマジ、ちょ俺マジでさ、こうミュージックやんだが、そうさ普通に見えなくなる。みんな上手くね、みんなスマホの操作さては上手いな。お、なんだ、うぃ、かほらチェイスしすぎ。あんただけは離さないわ、たかし。あと死んだのか、たかし行ったね、たかし行ったね。手加減なんかします。手加減なんかやめます。そんなもんやめます。真面目にやってもらわないとね、練習にならないんですよ。みんな出てるやん。うまっ。このキラーちょっと酔わない。このキラー酔わない。うめえな、絶対俺が弱いな、これ。これなんかさ、スマホ先生上手いと思ってたら、それ以上にリスナーさんが上手い。わら、対戦ありがとうございました。一人だけあの絵抜けたね。わらわら、うめえんだよな。なんかスマホのさ、コントローラーみたいな、ないっすかこれ。あ、私です、お邪魔しました。一発殴られてちょっとヒヤヒヤした。いやいや、俺一発殴ってからめちゃくちゃ見失うんだよね。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。いやみんなうめんだよな。あ、なんかあんじゃん、コントローラー、 iPhone コントローラーはこれだ。これがあったらよ、そこまでするよ俺。これがあればもうちょっとマシにできそうだな。ありがとうございました、ありがとうございます。 iPad とかでやるのは、 iPad 俺持ってないからな。あ、これグリップだけ欲しいな、グリップだけ。スマホとキーボードってつなげたりしないのかな、わらわら。スマホとキーボードね、いやそれは無理でしょさすがに。グリップだけあればいいわ、グリップだけ、グリップだけ欲しいわ。あ、これいいんじゃないの、スマホとグリップキング。オッケー。じゃあみんなでやった方がね。みんな俺より絶対やってるから練習になるな。一回ぐらいやってみる。バカバカちゃうよ。スマホとキーボードってつなげんっけ。いや無理じゃない、なんか下からなんか誘うから、さキーボードから誘ってるやつあるらしいですけどね。いやまあキーボードじゃなくてもいいよね。コントローラー、そのコントローラーさえあればいい。こん下の移動さえね、なんとかできれば何でもいいかな。あ、もう終わった。移動だけなんとかしない。親指がマジすり減る。痛い。実践練習めちゃくちゃできますね。ね。あさみさんナイスエールです。あさみちゃんみたいな。ありがとうございます。これで買ってください。買うか。いや、マジで。買うか。
このゲーム全員死ねるか。キラーもな、キラー買おうかな。で、こいつ。よろしくお願いします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 。あ、ごめんね、下から招待して、ダンバ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 ンって招待してったら、もうみんなが、こう、うまいことこう、承認しちゃってダメだった。ね、いや何よりね、やっぱ指が痛い。あと iPhone がめっちゃ熱くなるからね。左のね、親指が悲鳴上げてね。もう勘弁してくださいって言ってる。普段スマホゲームしないと難しいんですかね。そうだね、俺下手くそだった、スマホ操作。多分みんなの方がスマホ操作困るし。そう。あ、いだよ。いだよ。マスクもいっぱいね。サーバー、サーバーでもや、そうだ、サーバーもして一回止めたら。誰か鬼やってもらって。無視をしたサバイバーが最後に動いた。そろそろ落ちます。大戦ありがとうございました。ありがとうございました。ハンターファイトです。ありがとう。おバカ、おバカ下手、おバカ、おい君だよ、君を探してたんだよ。うん、え、ちょ、結構難しいな、うん、みんな見てるな、うまいな。はい、自分で帰ってくるよ。なるほど、これを置いて、これあ、やったね、それね。ジェネ破壊とかできないの？ジェネ殴りみたいなのない？ないか。あ、入ってっぽいな。ゴリ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 。おいよ。捕まえた。しっぱくしよんに、ここに、ここ座るに。なんだこれ、やった、やった。ああ。近くない。近いよ、近くない。バイン。フック破壊活動してるって言いましたし、そんなことない。
このゲームもしかしてデッドバイデイライトの最終の方と同じでフック破壊めっちゃ強かったですね。なんか出ちゃった。今日バカどこちょっと近いとわかんねえわ。いやいや、うまくないぞ。当たった当たった。当たった。マジ？昔のデッドバイデイライトじゃん。マジ？すまんな。減らすやつはあるけどレベル上げないと解放されないです。あーさっきなんかあったんですよね。一破壊強いですね。おー、ブッカーがめっちゃ強くね。もしかしたらね、ありがとう。ください。助けるまでに時間がかかると2階下の席で死にますよ。なるほど。先生こんばんは。言葉で偉いと同じですね。はい、こんばんは。意思多いな。自分でこちょこちょっとこれおやすみなさい。はいですね。はい、いた。すぐ回復すんな、おい。おやすみなさい、M。あ、おやすみ。なんか昔はデッドバイデイライトみたいな。みなさん詳しい。マクロ当たってない。詳しいっぱいいるときはスキル異常つけないか辛いですね。なるほど。いや、バカ。やってない、やってない、やってない。ゲージが半分以上いっちゃうと2回目で死にます。なるほど。やってねえけど、なんか壊してた。やってるつもりなかったけど、なんか一旦壊してた。先生今日何時までやる？いや、もうちょっとしたら終わるかな。クリタグリ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 。先生リスン使いましょう。ん？ああ、聞くやつ。そうだな。入った。入信あったら使ってこれ。おい、これ絶対殺す。絶対、どっちか絶対やる。あ、絶対どっちかやる。あ、やる。2回攻撃するの大変だな、このゲーム。やってね、やってね、バカ、お前。本当に。テクノボ。
君だけじゃない。はい、君だけでも。え、当たってないこれ。君だけでも。ああ、愛してるよ。愛してるよ、誰き。君だけでも。君だけでも。ちょ、やめて、危ない。エロい声出してます。怖い怖い、わらわら。サイコパス、わらわら。サイコパススイッチが入ってしまったか、わら。壊し、わら。普通のデッドバイデイライトなこの辺で助けに行ってるはずどうですかと。今来たです。こんばんは。はい、こんばんはと。え、助けてるの？もしかして。え？もう助けてないこれ。終わり？逃げられてるダブル。うまくね？うまくね？連携バッチリじゃね？うますぎんだが。やられたね、わら。そんなことになるような気がしたわ。当たってねえよ。ちょ、マジ操作性が悪すはい。あ、なるほど。ああ、待って。ああ、たかしたちが。リスナーさんめっちゃうまい。ね、うまっ。めっちゃ操作変だ。うまっ。下手くそやな、わし。たかし、たかしたち。うまっ。私たちは高しナイスファイト。ねえよ。なんかちょっといまいちこっちこのキラーの強みが早く上達しそう。わら。あれやね。あ、ちょっと待って。買うかな。キラーを。それこれじゃない。これか。透明人間。実は先日20歳になりました。リッパーこそ強いですよ。こいつだ。リッパー。こいつ軽い。え、もう？リッパー強いですね。いいか。リッパー強いですね。要するにあるでしょ？おめでとうございます。でもその、いや、リッ、でもその前の問題あるよな。リッパーと道化師おすすめです。そいつちんと並みです。わら。マジ？リッパー使えばほぼ負けません。マジ？買うわ。買うわ、じゃあ。そんなに言うならね。リッパーはやばいです。あんたたちがそんなに言うなら、買うわ。道化師は今日無料開放してますよ。
リッパーとスマホコントローラー買いましょ。わら。一回やってみるかじゃあ。リッパーってジャックザリッパー求めたかな。これどうやって買えるんだ。リッパー持ったらもう誰も勝てないです。マジ？どうやって買えるんだ、そのステータスみたいな使うキャラって出てくる。無料解放って人によって違った気が。右下の本を押して。今日はシカでした。右下の本、これハンター、もしかして俺こいつ、もしかして俺使えるの断罪人じゃね。マッチ画面で帰れます。ハンターのところで装備すればいいですね。獲得？え？なんでこいつはなんか獲得出てんのに他のやつはこれハテナハテナなの。これ鹿でしたね。解放してないから。こいつはどういうキャラなの。骸骨みたいなやつです。こいつはどんな能力なの。めっちゃむずそうやん。めっちゃむずそうじゃんそれ。くっそむずそう。やってみるそれ。サバイバーを引き寄せられます。やってみるか。そいつはうまくやればはめて即死させれます。マジ？あらマジでやってみるか。どうやって帰るの？帰ってくる。あ、やば。え、ちょっと待って。やめた。あ、切り替え当てた。はい、はい、こうだ。めっちゃむずそうやん。うまく使えたらかっちょよさそうやん。なんか分かりやすいけど、ハマれば一番楽しいかもしれません。今一人いなくなかった。大丈夫か。まあ。図体でかいよな。確かにでかいね。ここマジデッドバイデール。これレイスって書いてあるの。首かしげてる場所。まだ最初使えないみたいな。
私は殴ることしかできないんで。捨てられない。なぜ？なぜ？なぜ？なんで？そんなわ、もしかしてそういう技？なんか宇宙人みたいなやつ。あ、なんか、なんかもしかしてこれ？わお！わお！なるほど。むずそう。これこいつは多分相当むずいぞ。これめちゃくちゃエイム力じゃん。ねえ、めっちゃむずそうだな。
え、すごいモロハだな、それ。してる間貯めれる。おいおい。あ、うますぎ！来た！見たみんな。来たよ今。バカお前どこ行こうっつんだ。天才出たね。DC した？あ、脱出してんだもん。悪意ハイダー、これ DC でしょ、これ。一人脱出して、こいつが、一人だ DC した。落ちるかコントローラーみたいな。ちょっとマジで、ちょっと待って、ポチティスか。やっぱりシカは捕まえれると楽しい。捕まえれたらテンションバリ上がるな。本当はこのコントローラーでいい。スマホが携帯ゲーム機になったみたいです。初見です、こんばんは。あや、こんばんは。なんかあれだな、なんかこのなんかこあれ工作員っぽいわ。耐えられたりしない。業者っぽいわ。そろそろ眠くなってきたので寝ます。おやすみなさい。あやすみ。金の足しにでもしてください。わら、初見です、こんばんは。うわー、のんさん2000円かけるありがとうございます。バイト終わりで今来たです。いやマジそう。じゃあ課金する。初見さんいらっしゃいです。初見さん、こんばんは。じゃあとりあえずそのリーパー？
だからちょっとこんなみんななんかエールしてくれたからやるわ、せっかくだし。ノンさんナイスエールです。こんだけねかまされたらもうさすがに。ちょっと待ってね、買ってみるか。リッパーが強いのね。リッパー、オッケー、レッツゴー。かっこいい、強いリッパーさん。リッパー買うとこだけ見て寝ます、わら。オッケー。今来たです。ちょっと、このゲームはドブドの会社と共同開発なので大丈夫ですよ。あ、そうなんだ。られます。あ、それいいね、素晴らしいですね。だからなんかちょっと似たような感じにしても全然 OK ってことね。あ、それ素晴らしいですね。リッパー強いし操作も簡単なのでいいですよ。あ、いいっすね。俺みたいなヌーブにヌーバーワールドには持ってこいじゃないですか。リッパー無課金で必死こいて買ったぞ。必死こいて買ったぞ。えらい。それが、あ、待って、今課金したべ。え、できてないこれ。ん？で、こうして、共同開発いいね。共同開発いいね。ヌーバーワールド、わら。私もリッパー買うためにピース必死に貯めてます。えらい。あ、はいはい。私もピースで買った、わらわら。えら、え、なんか俺、ツルじゃん。ツルしちゃいまーす。はい。ちょっと、あ、それ砂も、それぬるっ、ぬるって買った。ぬるって買ったね。リッパーのスキルは透明化、また透明化しては単色のことがあります。リッパー見る方わかんなくてマッチング。ハチクしたくない。めちゃくちゃに嫌われてるやないかい。でもさ、なんかあれだよね。デッドバイデイライトも最初レースがかなりしょがりでさ。リッパーのスキルは買ったのにキャラ持ってない。みんな嫌がってた、嫌がってたっていうか、かなり使われてたね。こっち。ありがとうございます。ドゥルルルルって言ってんだけど。ドゥルルルルルまだぐるぐる感じ強い。なんかありそうだよね。でもね、強ポジめっちゃありそう。
足速くない？めっちゃこいつ。やばいんだけどこれ。ちょっと待って、足速いの？え、なにこれ？あ、は？熱い！なんすか今、爆竹っすか？え、それ当たってないんだ。割ろうかなと思ったらなんか飛び出してきたポケモンが。これ何すか？これ何？これが今消える能力。今なんか横範囲がすげえでかいんですよ。幅がすごいでかい感じですよね。切り濃いフィールドになってんだ。
ど。この辺にいるみたいなのが入れてなかった。いますか？いなくないっすか？いた。さすがに。なんか、こう、なんだろう、余計なことをしなくても、なんか普通に歩いてるだけで強いみたいなやつ。ちょっとやめて、暴れないで、暴れないで、タカシ。高志くん、遊びましょう。やってないよ。いいパル。脱出されちゃう？それは板使うとちゃうな。やめなさい、暴れるんじゃない。うん、君のベッドはここだよ。ちょっと待って、君のベッドはここだよ。すごい一人だとすごい時間かかんなかった。
さようなら。天国へご招待。やばいね、それやったね。なるほど、確かに使いやすいな。なんかあれこれ考えなくても強いね。いた、その庭師、なんでその順番がいいの。なんかそのスキルだよね、人ね。どこで分かるの？その。いや、これね、なんかね、デッドバイデイライトね、なんか公認で共同開発らしいですよ、このゲーム。そうなんです。じゃあ僕もね、それパクリなのかなと思ってます。ただ静かに待ってる。いつか面倒はやってくる。彼らは決して迷ったりしない。素早い小型の巡視車を操作し、サバイバーを接近して抱きつく。抱きつかれたサバイバーは20秒間5秒ごと順次に。え、これめちゃくちゃ強くないか。なんだこれ、なんか死ぬやん。ハイバイスに。あ、なるほど。昔のデッドバイデイライトの話。めちゃめちゃフック壊してくるジェイクがいて、マジでうぜえんだけどってなるやつ。夏希さん、そういう感じなのかな。強、わらわら、寝たいのに寝れないです。強、わら。やばい、もうこんな時間か。ちょっとあと1回ぐらいやったら、俺も寝ようかな、ちょっと。目が。いましたが、スパスパしすぎて左右わからなくなってきたのだが。お腹すきすぎて左右わからなくて、まずくないそれ。かなり追い詰められた。リッパーの、人格ハンター、これか。さっきのそのあれはもうリッパーが勝手に覚えた能力か。え、20ポイント持ってんじゃん。なんかないかな。今カラス、解読され、現在これ強、これ強いような気がするんだけど。リッパーはお供、奴隷、つければ干渉できる。共同は初めて聞いた。もしそうなら問題ないね。そうなんすよ。なんかね、俺もね、あれだかなと思ったんだけど、始まり方とかすごいデッドバイデイライトそのまま。共同はいいね。素晴らしいっす。まあ、名前変えて出したってことだね。多分、あれだね、デッドバイデイライトはすごい、あの、グロ表現が多いから、なんかそうじゃない新たなやつにしなきゃいけなくて、多分、別な会社と共同開発して、なんか、その厳しい表現とかをなしにしたやつを作ったみたいな感じなんじゃないか。全体的にパーク強い。リス、窓、昨日の朝ごはんここは窓を付け替える。窓を付け替える。何か食べてないのにお腹が空かないのは痩せていってるからですかでしょう。白猫、次土地の参入なんやろね。確かに、それもね、その問題もなんかよくわかんないよね。え、そのなんか、ん、朝ごはんにココア。第5人格、イスカはいいよね。4人いるときに1人座らせるとサバイバーのうち1人表示されるやつもいいよ。ツイッターの公式アカウントとかにもちゃんと書いてますよ。いいね。え、どれだろう、リッスン？窓を付け替える。窓を付け替えるってどういうことだろうな。あんまりピンとこないんだけど、強いんだろうな。リッスン？そんなある？リッスンみたいにスキルとして使う。あ！あ、はそういうことか。リッスンはここにないよ。あ、あの耳であのピーってやつね。あのめっちゃ最強の、いきなり最初から持ってる最強のスキルだね。ワクスックス、追確認してきますね。うよ。え、めっちゃ、何がついてるさっき。これはまた別では？4人いるときに1人座らせるとサバイバーのうち1人表示される。それ強くない？え、それめっちゃ欲しいんだけど、どこにあるんだそれ。それめっちゃ良くない？それいいね。読み上げのイントネーションがじわるわらわら。どれだろうな。座
ているサバイバー。あ、これでしょ。あ、これ絶対これだわ。うわ、遠っ。これブリじゃねえ俺。何点あればいける、これ。これさ、え、共同というかライセンスかな。あ、ライセンス。これもいい。純資者ってやつだった。調べた。いいの売ってないよ。ハンターがサバイバーを、サバイバーを風船にくくったとき、あ、移動速度、あ、これ結構いいね。なんか。バベチリの亜種みたいなパーク。これね、強いね。それ普通に強いね。え、これ一個、まあまあいいや。ちょっとまあ一個アンロックするじゃん。やっぱりこれ3つだ。ファッキンベッチ。ってことはこれ555555で3035ポイント必要だ。ファック。おう。ソーファース。ソーファー。ファッキンファー。足跡消えるのを遅らせる。ああ。足跡強調表示ないのかな、俺全然見つけられない。あれ見えにくすぎじゃない、あの足跡。俺なんかもう、ついてるのかついてるのか分かんないレベルに分かんないんだけど俺。目悪すぎ？これもなんか強そうだけどね。発電機いじってたら、ある程度範囲内にいるやつが表示されるんでしょ？これ強くない？結構。狙う。消費者サバイバーの看板。経過範囲が15%。よくわかんないですよね。わら。全然わかんない、俺。狙う使ってる。リッパーならいらぬ。リッパーならいらない。ああ、そっか。これはタナトフォビアみたいな感じ。あやこまは弱いタナトみたいな感じ。試合見てないけど腹減ったから寝る。おやすみ。おやすみ。鹿。うん。最強だねが。サバイバーはロケット地を破壊する速度が 20% 低下する。これ強くない？M。これなんか持っててもいいみたいな好きじゃない？これ。なんかその服破壊してくるうざいやつをちょっとでも遅らせられるみたいな。おやすみ。ってことかな。そろそろ起きます。先ほどは対戦ありがとうございました。ありがとうございました。強かったな、本当。そのやんないとなくなんないな。治療受けてるサバイバー。そういえば追撃し続けると移動速度が 10% 上昇する。追撃失敗または結構大体速度が上昇する。ああ、なるほどね。あー、なるほど。あ、これあれじゃん、ノーワンじゃん。強っ。やっぱ奥の方に行くスキルは全部強いね。あ、これだ、窓枠。この辺絶対いるでしょ。これ、そうだね。これ絶対ないとダメでしょ。この途方サバイバーしかいない、この現状。ちなみにあの、フックさ、ぶん投げるハンターは、あれは窓枠を越えてるときに、窓枠を越えて、その先にいるサバイバーにも届くの。誰かわかる？封鎖便利ぞ。封鎖強いね、絶対。いやでも遠いね、これ。どっち先に取った方がいい？これとこれ。木の板破壊する速度上がるのもいいね。寝ます、おやすみなさい。はい、おやすみ。サバイバーが地に拘束されかつハンターから18メートル以上離れた時、ハンターの攻撃は、へえ、届く。あー、なるほどね。じゃあ窓枠を使ってくるサバイバーには、まあ彼をうまく使えると強いってことか。先に落ちます、頑張ってください。あ、よ先生、サポーター一押しランキング1くらいになるみんながなんかめちゃくちゃなんかエロくてくれたからだよね。ありがとうね、本当に。まさかそのおかげでそれのおかげでレイスじゃねえや、なんだっけあいつ、名前忘れちゃった。それ2割結構引ける。へ、ん、どれだ。あ、これ、これん2割。おやすみ
なさい M。 M。 あ、確率か。あ、これか。これね。もう強いね。じゃあこっちから先に行こうかな、じゃあ。あ、おやすみ。こっちからこう行ってみようかね。あー、これなんでこれ使っちゃったかな、これ。ファック。これ全部、え、これ簡単に、オーマイガー。おやすみなさい。はい、おやすみ。これなんだっけ。いやでもこれ、これいいよな。これ普通に、これは強いと思うんだよね、どう考えても。で、もうこれいいじゃん。こういってこういっしょ。あー、神神神神神神。神神神神神神。出た出た出た。いいね。これでもうちょっとでね。オーマイガー。わらわら。まさか無料でリセットさせてくれるとはねって感じだったね。俺の中で大体こういうのってさ、あ、金払えとか言われて、すいませんっつってなるのが落ちみたいなさ。ちょっとサバイバーやろうかな。最後にじゃあそれやって今日は終わろうかな。またちょっと面白いから明日もやってみようかね。ちなみに右下のデフォルトってところを押せばいろんなパターン作れるので、いろいろ試してみるといいですよ。あ、なるほど。そのそのキャラによっての能力みたいな。優しい。あ、それは落ちます。頑張ってください。はい、お疲れ。じゃあ最後ちょっとサバイバーでやってみるか。先生ラストファイト。うい。カム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 ヒエカムヒエカムヒエカムカムカムヒエヒエヒエ。オッケー。初見でしたがすごく面白かったです。また今日楽しみにしてますね。なるほど。先生ファイト。やっぱり最後まで見ます。わら。あ、で、もう。もうこれで出すから、ね、なんだろう、全然ハンターばっかりだけど、なんだろう。え、俺これ大丈夫？この人大丈夫？この人以外に何持ってる？庭師うざいっつったな。庭師ですか？え、もしかしてヘイト食べるこれ？まあいいや。みんな、なんか回復してくれそうだから、俺は癒しですよね。他人任せ。この後なんかコントローラー、ちょっと安めのやつポチってみるか。十分か庭師いいかな。スキル的には弁護士とか好き。弁護士。壊せんの？あれ壊せない。あ、こういうこと。はい。え、壊すの早くない？はっ。え、え、ヌーブ。え、やり直してこれ。あ、もうちょっと、すいません、ごめんなさい、すいません、ちょっと、すいません。やれって言ったんですよ。たかしくんがね、バカ、じゃあ早く早く。たかしくんがやれって言ったんですよ。居場所が発見するの、はぁ、なんでだよ。やったよ、そんな悪いことしないよ。そんなこと言えんの？これなんすか？あ、こうさくさくしちゃうよ。俺の回復キットどこかな？あ、回復キット？回復キット？何が出たかさっぱりです。もう椅子という椅子をすべて破壊する。
これは。宝箱だよね。壊れたのこれ。壊れてる。よし。黙れ黙れもう。ああ。バカお前マジか。まずいまずい俺も食らってんだから。あでも逆にこれを負ければ直してられるんだよ。では。直して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 ねえなんで待って待って待ってよもう馬振り切ったよちょ待って待ってマミコマミコ待ってくれマミコマミコ俺を直せマミコ俺を直せないのかマミコあー気持ちいいありがとうえなんで待ってマミコ俺がお前をあ、ダメだこれダメかも、マミコバレバレ、バレバレ、バレバレ、マミコもしかして、ウィーはバレバレ、マミコもしかしてあ、やべ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 ちょ、待って、追ってきてるやんちょ、マミコいたじゃん、さっきねマミコにしてよおバカハゲ危ねえあやべこいつなんてやつだ板を壊さずに来るとは悪いやつだ助けてマミコ2代目2代目マミコプリーズゲットミー2代目マミコあいた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 マミコ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 俺やわしや助けてくれマミコわしやわしやあー気持ちいい同じ同じじゃねえ同じ人やんわあ！やべ、あれマミコいった。ああマミコいったかこれ。すまねえ。俺を回復してくれたばっかりにマミコが犠牲に。すまねえ。同じリスナーさん、わらわらマミコ。すまねえ。マミコ。いや、ちょ、待ってよ。は？怒られる。怒られるやつ。目にやだわ。あそこに何かいいんじゃん。どこで捕まってんのね。助けに来たいの。だから、行ってないんですけど。なんか行ってんねん。マミコ助けに行く？いや、多分マミコ。アナザーマミコは助けに行く。俺はよ、フックを壊す職人だからよ。なんで？え、俺これ。はい。はいはいはい。壊しちゃうよーん、どんどん。あ、マジ。ドックンドックンでやってるときちょっと黙っといた方がいいってこと。はい。あれ、助けに行ってないこれ、もしかして。あ、やべえ、マミコが。ああごめん俺という麦わらの武器を助けるためにあちょっとまだ下手くそすんだよナイス天才任せなさい自分にあげちゃったっすか自分ちょっとスキルチェックマジスキルチェックにマジ気合入れようスキルチェックに全命をかける俺先生助けて死にましたわらごめんごめんよしかも2回も回復させてくれて俺の俺は回復せないあこれもう逃げていいよねあ大丈夫え食らってるこれいいか俺ら出ていいんかなゆかりゆかり出ていいんかな俺は出ていいんか、ゆかりな。どうなん出ていいんか先生が生きててくれて何よりですわらおい、ゆかりあ、来たで来たで来たでゆかり来ちゃう来ちゃう先に行くようわぁー
何もしてないんだけど。引き続き感染。お、大丈夫か。お、これ大丈夫なのか。え、うまっ。うわ、出た。あ、でも、とりあえず。いや、でも俺一番ポイント高いんだけど。なんで俺が何をしたって言うんだ、このゲーム内で今。俺は発電機を一個もつけず。なんや、服を壊し、椅子を壊し、ニヤニヤし、マミコを犠牲にして、ゆかりとニヤニヤして帰っただけや。何もしてねえ。椅子壊しやがったクソ野郎。ほんまもんのクソ野郎やん。あ、本当にこう、なんかすいません、自分何もしてないのにすいませんでした。出ていいんか、出ていいんかとか言って、とか言って、いや、ありがとう。え、でもやっぱさ、これデッドバイデイライトはさ、やっぱそのスチームフレンドにならなきゃいけなくてさ、敷居高かったりとかパソコンなきゃできなかったりするけど、これみんなでできて楽しいね。いいですね。ちょっとまたこれ明日ぜひやってみようかな。楽しかったんだよね、はい、もうちょっと、もう4時になっちゃったけどね、もうちょっとね、まあ早めにできたらと思います。マミコに3000ポイントぐらい渡してよ。本当にありがとうございます。本当に皆さん夜遅くまでごめんなさい。マミコ優しい子。いや、マミコありがとう。本当に楽しみにしてますね。ありがとうございます。楽しかったです。いや、こちらこそ。ちょっとみんなうまかったから、ちょっと動きちょっと参考にして、ちょっと動画とかも見ようかな。ありがとうございます。皆さんもね、ゆっくりお休みにてください。っていうか、今日本当にエールみんないっぱい、本当にありがとうございます。本当にこれでちょっとね、ちょっとこのゲームちょっと頑張ってやっていきたいと思います。お疲れ様でした。エールくださった。オッケー。大体狂信者さん、400エールありがとうございます。キタロちゃん400エールありがとう。マイさん800エールありがとうございます。オズさん800エールありがとうございます。そしてノンズさん6400エールありがとう。そしてあさみちゃん8800エール、最後ありがとうございます。ちょっとね、これちょっと頑張りたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。またね。おつおつおつ。はいよ、ぜひぜひ。おつおつおつ。